com. 天才ホスト、アイムガーイ。やってきました。いやでもこう見るとやっぱ思ったより入れ墨増えてますね。え、そうですか。はい、なかなかの。じゃあ今日はじっくり撮って終わりにしますか、これ。いや、じっくりタトゥー見て終わる回なんかもうおじゃんには程がありますよ、もうおじゃん、はい、終わりですよ、そんなの。おじゃん、はい、今日はですね、はい、やっぱり歩夢くんがなんでホストで売れてるのかをこうなんか中身もっと詳しく掘り下げていきたいなと思ってまして、はい、歩夢くんから見てまず売れてないやつって何がダメな人ですか。もうみんな多分もう言ってたりすると思うんですけど、俺がもう根本的にこいつマジ売れねえだろうなと思うのマジ見た目っす。あ、じゃあその見た目がどういう人。俺、うん、マジで思うんですけど、うん、今この流行りに乗っかれてないやつみたいな。だからもうこれが流行ってるからけど俺はそれをしないみたいなやつは絶対売れないっすよ。あ、ある程度流行りを掴んでいく。そう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 、それってめっちゃ大事だと思いません？なんかじゃあある意味多少ミーハーであれみたいな感じですか。あ、そうす。でも自分のいいっていうのは大事だと思うんですけど、はい、一応流行りにも乗っかるのもこれ別にダサいことじゃないと思うんで、はいはいはい、俺はこれめっちゃホスト大事なことだなってめっちゃ思います、うん、え、で、あと今スーツの人って少ないんですか。いや、全然います。いる。アイブカでも基本スーツはあんま着ない。で、嫌いなんで、スーツ。俺はこうなんだっていうやつマジダメって言ってるけど。言ってるけど、アイブカ正解。俺が正解なんだよ。ちょっともうなんかごめんなさい。じゃあ、ある意味アイブくんの真似をしたらある程度は認められるんじゃないですか。佐藤さん、よく気づきました。あの、いい質問ですね。はい、俺ね、はい、俺の真似してるやつら、はい、やっぱみんなね、はい、いいねって言われてるんで。例えば誰ですか。わかんないですけど、全然なんかわかんないですけど、はい、あ、なんかその服装いいねとか爽やかだねみたいな、はいはいはい、後輩とかみんな、はい、言われてんのかな。いや、そこはちょっとね。え、じゃあ、あの新しい洗剤のあのポーズ、あれは正解ですか。正解です。あれってどうやってやってるんですか。こうです。手首をちょっと変え、逆返ししてるんですね。いや、じゃあこう、こうです。そのアインみたいな顔してました。あれ結構真似してる人増えてるって聞きましたよ。いや、真似してる人増えてるっていうか、はい、そもそも真似誰かの。なわけあるかおい。なんか俺新しいの生み出したくてあれ生み出したんですよ。パイオニアス。編み出したってことは鏡の前でめっちゃやってたもん。で、降りてきて練習しました、これ。で、あと歩夢くんっていつも明るいじゃないですか。はい、いつも明るいじゃないですか、めちゃくちゃ。今の話使えなかったからもう終わりですか。はい。やっぱ明るくないとダメですか。明るくないとダメでしょ。よく聞くのがあるんですよ、一つ、はい、闇絵。これでどうですか、どうですか、これ必勝です。闇絵ってちょっと詳しくでき、俺マジわかんないんですよね。悩んでる方の闇なのか、はい、本当の闇、暗闇の、暗闇の闇なのか、はい、この2種類もあるんですよ、闇絵。それはダメですか、やっぱ。え、ダメでしょ、うん、てか、でもね、はい、これはちょっとワンポイントアドバイスなんですけど、おー、こうじゃ M の、はいはい、ワンポイントアドバイス、はい、イエーイ。ホストを始めて、はい、まあ3ヶ月から半年以内ってお客さんつかめないんで、それこそ闇絵に行くんですよ、はい、もう行かないとお客さんが呼ばないと首切られるとか、呼ばないと罰金がとか、そうそう、とか売り上げがとかあると思うんですけど、逆にそれを言ったとて、はい、女の子、え、分かった、じゃあ行くってならなくないっていう。なんかワンポイントアドバイス長えな、これ。5ポイントアドバイス。まとめると、はい、どういうことですか、まとめてください。え、こっちが多分マイブくんが言いたいことは、だ、病んでそれをお前のその都合なんか知ったこっちゃねえと、はい、こっちはお金払って楽しみたいんだから、
っていうことです。そういうことです。今俺が口パクするんですよ。いや難しい。お前の都合なんか知ったこっちゃねえ。こっちはお金払って楽しみたいんだから。いや全く俺の声で多分編集されてるんで。歩くんは、はい、今月俺やべえんだよとかっていうことはやったことがない。おい、これはあるかもしれませんよ。闇じゃないです、それは。勝ちに行かないといけない。あ、闘争心の方なんで。あ、相談ね、これは。そう、これはもう闘争心、気持ち、パッション、情熱、はい、これです。魂、はい、魂、はい、なるほど、はい、そういう暗いのはダメですか。ダメです、ダメです、ダメです。売れないです、売れないです。え、じゃあ、あと、はい、初めましての人の心をつかむってどうやったらいいんですか。もうそんなもう10秒で十分です。え、もっとなんかそんな一瞬ですよって外部局来るかと思ったら10秒結構長いな。ああ、一瞬っすね。いやいやいや、武器なんでこれは。教えたらみんなやるじゃないですか、これ。いや、いいじゃないですか。だってやったら北条歩の真似だって思われるから。パイオニアっすよ、パイオニア。あ、まあ確かに、はいはい、初回で、はい、なかなか会話なんかいらないんですよ。最初の名刺渡してからのもうあの一瞬で、はい、こいつがどうかっていう反応、もうただそれだけです。こいつって誰ですか。違う、ここにいる女。お前で。今遅かったわ、マジで。ちょっと鈍ってるわ。今までだったらお前だよって。それですよね。すぐ出てたのに。はい、うわ、鈍ってるわ。腕落ちてる？歩夢くん、ちょっと大丈夫ですか。いや、普通に腕上がってますよ、マジで。肩世界です。もっと深くいきますよ。はい、全然もっと来てください。いきますよ。歩夢くんは、お客様に恋をしたことはあるんですか。俺すぐ好きになっちゃうんですよ。すぐ好きになっちゃうんで、はい、別にこれっていうのがなくて、まず本当俺に IQ めっちゃいい子だと、これはうんってなるんですよ、はいはい、俺だけ好きみたいなやつとか、もうすぐ好きになっちゃうんですよ、俺。え、じゃあ結構ガチで同時進行で何人も好きになれる。めちゃくちゃになっちゃうんです、すいません。俺指名しても好きにならないよとかそういうのはないです。本当愛嬌良くて一途な子は、俺絶対好きになりますよ。一人を愛すんじゃなくて、みんな愛したいみたいな。はい、一夫多妻とかになったら、もうやばいっすよ、OK だったら。祭りっす、はい。でも俺はもうちゃんと愛すんで。愛してくれる人を愛すんで。それが多分モテる秘訣なのかもしれないです。じゃあ、簡単にまとめると一途じゃないってことですね。最低なことをまとめますね。ダメダメ、一瞬一瞬は一途なんだ。いや、一生一生っすよ。昔からですか、それは。昔からなんだ、これは。ホストやってたら、いろんな人に愛される男にならないとダメなんですよ、やっぱり。そんなね、お金を使ってくれたから好きになっちゃう、まあ、ダメ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 。金じゃないぞと。そう、気持ちっす。例えば、ホストクラブって、はい、いろんなお金の使い方あるじゃないですか。はい、派手にシャンパンタワーとか、はい、歩夢くんが一番こうなんか痺れるのって何ですか。これやられたら痺れるは、はい、あのキラーコールからですかね。あ、やっぱ痺れますよね、急に曲変わるんで、はい、だって総理4、500万じゃないですか、はい、500超えてくると、はい、やっぱ痺れますね。じゃあ1日でキラーコール3回やった人って1500万売ってるってことですか、1日で。そうそうそ う, うわ、すごくないですか。やば、いつか歩夢くんキラーコール1日10回やってくださいよ。できるぐらい。5000万。5000万。え、言ってみたいっすね。いや、それで一撃1000万を2個とか、そしたら2000万じゃないですか。ないかもしれないけど、5000万のボトル入るとするじゃないですか、はい、キラーコール10回やってくれるんですか。やってくれるか。それは、違うんですよ。1個は1個なんですよ。何百本1回で入れても1回のコールなんです。え、歩夢くんが最高額のボトルって何ですか。俺が今までで最高額のボトル、本当リシャールじゃないですか。僕それより上ないんで。今それより上って言うと何があるんですか。ブラックパールですか。あの伝説のブラックパールの上がペルフェクション。うわ、ペルフェクションは魔物と言われてますからね。そうっす、はい、あとロマネコンティのでかいのあるって知ってます。知らないっすわ。これなんか仕入れ値で3500万ぐらいするらしい。つかみて。天才ホストなんで、まああるかもしれない、ね、そうないとは言い切れないじゃないですか。これ説明することによって、はい、えみたいな、入れてやるかと思う子もいるかもしれないんでね。いないか。いや、この動画ではいないですね。あと、これ最後です。はい、売れてる人の共通点、歩夢くんから見て何ですか。マジで肌が綺麗。
なんかもう自分にやっぱお金使ってるから、そういう人ってやっぱ売れますよね。あ、女の子が可愛くして来てくれる気持ちが分かるじゃないですか。はいはい、はい、いやでもこれは今のはマジ新しいと思いますよ。肌を綺麗にっていう、ね、先駆者になりますよこれきっと。またパイオニアじゃん。歯を綺麗にとか清潔感とかっていうのは、あ、まあまあまあ確かに確かに、そうリアルに肌をっていうのっていなかった。これはね、全国のホストの皆さんいい情報を得たと思いますよ。何をすれば綺麗になるんですか。まずは、はい、脱毛。はいはいはい、もう絶対脱毛よ。あとはクリニックに行って自分に合った治療を聞いてそれをやる。治療というか、なん施術？手術。え、施術じゃないの？ストレス、はい、を、俺はもう自分の肌に合ったやつをやってもらいます。もう分かんないんで、もうドクターの下に行って今どういう状態ですかみたいな。なるほど。っていうのはこれもうアドバイスです。でもお金かかりません？このメンテナンス。確かにお金めちゃくちゃかけてます俺は。でも、はい、それがプラスになるんで、ホストは給料を飯に使うぐらいなら、はいはい、自分に使って、はい、かっこよくして、はい、おもてなすっていう、うん、店暗くて見えないんですけど、はい、そうじゃないんだよって。あんまり差が分かんないじゃないですか、みんな暗い、はい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 、暗いところ見て。でも歩夢君が送り出し来て外出てパッて明るいとこ来たら、普通はえっちょっと明るいとこだとやっぱであるのに、そうそう、明るいとこ行くと逆にえっ輝いちゃってるんですか。そうです。俺ね、はい、マジそうやって言われるんで、それめっちゃ嬉しいんですよ、ね。はいはい、で言われて嬉しいからまた頑張るみたいな。やっぱ肌かな今もう。令和ホストは肌をきれいにした方がいいかもしれないですね。今日はね、新しいいいネタが出ましたよ。これはあゆむ、あゆむ節が全然今日でもあんま盛り上がってなかったんでちょっと心配なんですけど、これなんていうの、ためになるねーがね。ためになったねーって。そう俺パクリゲーじゃないんですよ。それいっぱいパクなんかやらせますけど。いっぱいって今手、何これ。それためになったねーです、マジで。あー、もう中、もう中です、もう中です、マジで、はい。じゃあね、今日ためになったんでね、あゆむくん、じゃあこれからもちょっとね、あゆむ語録を引き出すためにいろいろテーマ決めて聞いていきますからね。ああ、全然、はい、世に出していきましょう、はい。今まで結構話してなかったかもしれないんで。そうですね、ふざけてばっかで、そう、肌とかにフューチャーして話してないもん。確かに確かに。今日分かったということで、はい、ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。じゃあ以上です。天才ホスト Y、 もうやりたくなっちゃってる自分もいてるんですよ。ですよね。これをなんかさっきももう何回ぐらいイングしてる。天才ホスト、アイムくん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また見てねー。